島川稲荷の境内にある終わり入る時代の市長の屋敷跡、宮寺山の月終わりに流罪となった市長が琵琶を引くと、宮寺山の水人が現れたという藤原市長は、平安時代末期の苦行。藤原北家御同流、左大臣、藤原頼長の長男、下には、11位、大城大臣、明恩院、太志小国とゴース。 当時の失政である左大臣、頼長の子であり、加えて、祖父、忠実の勇士となったことで、早くから伊予言盛り、右近衛中将などを歴任する。市長の聖母と異母帝である県長、高市長の聖母は、おなじみの元の諸房の彦であるが、受領の娘の所生である市長と県中納言の娘の所生である県長、高市長とは、立場的に格差があった。だが、 頼長は市長を王都の忠実の勇士にして、その後ろ盾によって、石棺家の着手にふさわしい身分を保障した上で、三人の息子を競わせて、後継者を選択しようとした。二平元年には十四歳で三義として苦行に列し、九十元年には県中納言に昇進する。しかし、方言元年に父、頼長ががストック上皇と手を結んで、 方言の乱を起こし廃止したため、連座して市長は官位を剥奪されて、都佐国に流罪に処された。廃るされる直前、養父にあたる、祖父、忠実に出家の意思を打ち明けるが、世の中何が起こるかわからないと説得されて、本位されたとされる。長官2年6月に罪を許されて、京都に戻り、うるう10月には本位に服す。その頃、より長の所領は、木官僚とされて、 ごしらかは法王の所領となっていたが、法王は市長をそれらの土地の預かり所に任じ彼を、側近として、取り込もうとした。その後、法王の後ろ盾により、任南安年兼大納言、任南三年左近の絵大将、安元元年内大臣に任じられると、父に仕えていた家シが、市長のもとに、再び集まるようになり、この江元ザ根の死後混乱する、石棺家を横目に、 勢力の巻き返しを図るようになる。暗言3年には、左大臣、大井の三教習右大臣、九条金実を飛び越えて11位、打上大臣に昇進する。なお、市長が大上大臣になった当時、まだ父、寄長の無本の罪は赦免されていなかった。このため、市長を大上大臣に部任する、大上官府の文案作成を命じられた大内機が、 その父も本人なり、その身被罪人なりと主張して、大乗官府に必ず記されていた、累大暴行という四字の記入を拒否する事件が起きている。だが、この江本道との確執が表面化するに従い、気痛を支援する平家との衝突を招き、自称三年に平野清盛のクーデターが起こると、清盛によって関白、松戸の元房と共に開館された上、市長は、 終わり国糸谷留罪に処された。その後、市長は、流泉寺で出家して、理覚と号する。3年後に帰郷を許されて、研究3年に55歳で皇居した。帰郷の際の横江氏の娘との伝説は、白菊の琵琶として、清須市西琵島町や、名古屋市西区琵琶島の由来になっている。名古屋市水北市町町には、継承の地であり、市長が琵琶を引いた琵琶が、 峰があり、町名の由来になっている。また、法名、妙音院は、妙音通の町名の由来となっている。ありがとうございます。